結構元から、海、その自然が好きなので、今最近は、自転車に乗って、海岸沿いは歩いたりして、であと水中の研究を始めた時に、カメラの知識がなかったので、じゃ自分でカメラを覚えるかということで、一眼レフカメラを買いまして、それで風景の写真を撮って、で自分で編集して、ちょっとカメラを覚えながら、いい写真を撮るということをやってます。先生が使われている一眼レフはどこのを使われているんですか？ソニーのですね、ミラーレス一眼の α7 っていうのを使ってます。もともとはコミカミノルタがソニーが買収して、やってるやつです。カノンはすごいいいやつですね。そうですね、暗闇でも、月明かりで十分すごい、フィルムのように撮れるようなカメラです。海岸とか行かれてるんですか？芦屋とかに行かれそうてる。ですね、今よく行ってるのはですね、芦屋から宗像にかけて、サイクリングロードがありまして、それが7キロぐらい海岸線がずっとあるんですけども、そこを海岸は、自転車で走りながら、止まって風景を撮ったりしていま